上海久志時代派勢ビク玉とも楽部は中国プロバスケットボールリーグに所属するプロバスケットボールチームである。上海を本拠地とする。日本語では上海シャークスとも呼ばれる。1996年、上海東方電次第と上海体育職業学院が協業し、上海東方乱急クラブを設立。高級リーグに参戦。その後、 上海東方大派ゼビクダマクラブと呼称する。後に NBA で活躍したヨーアキ明がプレーしていたチームとして有名。彼がつけていた15番は永久決番となっている。1999から2000、2000から01と2年連続でファイナルに進出するが、強豪81ロケッツの壁に阻まれていた。しかし2001レイ2シーズンには元、 NBA プレイヤーで元凶とハンナリーズ HC のデイビッド・ベンワーを要し、ファイナルでも81を下し初のシーズン優勝を決めた。2007年に西洋集団がスポンサーとなるが、この頃、ホーマン経営が横行することとなっており2009年には撤退、経営破綻する。2009年にヨー・アキラーが出資し、オーナーとなり、経営を軌道に乗せる。 2008年5月10日には、日本の BJ リーグに所属する高松ファイブアローズと、史上初の日中プロバスケ親善試合を行った。2009年にホームアリーナを原新スポーツセンターに移す。2016年より、動画共有サイトのマイルマイルがスポンサーとなり、上海マイルリラン級クラブと解消した。陽明治む上海男衣装、ゆ全部古墳。 xinhuanet.com 2009年7月16日閲覧ありがとうございます。